この頃、浜口の身辺にも不穏な空気が漂い始めていました。担当を持つ男が官邸周辺で逮捕されるという事件が起こります。浜口首相狙撃の一月前のことでした。野党、それから軍部、そして枢密院、こういう、いわばこの浜口にとってはその抵抗をするグループたちの、いろんな構成に彼はガンとしてでも説を曲げなかったと、なんて言いますかね、あるべき姿っていうのをはっきり見つめてですね、他のことはもう一切こう耳に入って もう無視すると、だからどこまでもそれを貫き通すんだというですね、だからもうそのために命を落とそうと、あるいはそのために党内が分裂しようと、じゃ党が潰れるぞって言われたら潰れたっていいと、国が滅んでどうするんだっていう、それにはやっぱりあらゆるものを犠牲にしてると。総理の給料は2割減ですからね、その上警備費をほとんどゼロに近いまで減らして、そんな総理もいなかったですよ。空前絶後じゃないですか。ロンドンでの軍縮会議での条約を批准されました。その批准そのものに反対する人もいたでしょうし、また経済もですね、好転の兆しは見えなかったということで、浜口の周辺にはその刺客の手がですね、忍び寄ってまいりました。そんな中でいよいよ今日のその時がやってくるんです。昭和5年10月27日、東京のラジオ局で軍縮条約を記念する演説が行われました。日本の浜口総理大臣、イギリスのマクドナルド首相、アメリカのフーバー大統領がそれぞれの国のラジオ局から演説、その声は全世界に放送されました。浜口は語りました。現在世界は列強を互いに相敵視して力に訴えてまでも自国の利益を開拓せんとしたる、いわゆる冒険時代をすでに経過いたしまして、今や各国互いに相信頼して共存共栄を図るところの安定時代に到達しておるのであります。ようやく軍縮を達成したのもつかの間、浜口は大不況の中の予算編成という難題を抱えていました。緊縮財政をさらに徹底し予算の削減を推し進めようとしましたが、各省庁から猛反発が起こります。浜口は言います。陸軍聞かず、海軍受けがわず、各省をまた従わず、予算編成の敵こと未曾有のことなり。しかしこの頃、浜口内閣の進める緊縮政策は目に見える効果を上げていませんでした。倒産失業はますます増え、農村も疲弊していました。浜口内閣の経済政策への批判が再び湧き起こります。浜口の緊縮政策は国民にいたずらに忍耐を強いるだけで何の実もないという主張でした。野党の政府批判の演説会、浜口の軍縮と金解禁をはじめとする緊縮政策が国を危うくし国民を苦しめている。会場にはその主張に深くうなずく男の姿がありました。昭和5年1930年11月14日、運命の日の朝、この日予算案のめどがついた浜口は公務で岡山に出かける予定でした。官邸を出る浜口に妻は身辺に注意するようにと言葉をかけました。浜口は自分には不景気打開という責任がある、いかなることが起きても政治家の妻としてうろたえることのないようにと言い残しました。午前8時45分、東京駅に着いた浜口は待機するため駅長室に入りました。浜口が乗る汽車の出発時刻は午前9時でした。同じ頃、
人の男がホームで浜口を探していました。男は浜口が列車に乗る直前を狙っていました。8時55分、出発の5分前になって浜口は駅長室を出てホームへ向かいます。当時首相が乗り降りするときにはホームに一般客を入れないようにしていましたが、浜口はそれをやめさせていました。さらに浜口は自分の警護費用を削減するため警備員の数も減らしていたのです。ここに隙が生まれていました。出発の3分前、8時57分、浜口が列車の数メートル前まで近づいてきたその時、銃弾は浜口の下腹部に命中しました。これは浜口が狙撃された直後の写真です。途切れがちな息の下で浜口はこうつぶやきました。男子の本懐だ。妻の夏子が到着した頃、浜口は呼吸困難に陥っていました。この時は一命を取り留めましたが、この傷が元で9ヶ月後の昭和6年8月浜口は世を去ります。享年61。浜口死去の翌月、満州事変が勃発。関東軍は内閣の不拡大方針を無視して満州での軍事行動を開始します。日本軍の動きは各国の反発を招き、以後日本は国際的に孤立していきます。浜口内閣の推し進めた国際協調路線はここに崩れ去ったのです。やがて政党政治も軍部の圧力のもとに力を失い、不況にあえぐ国民の目も軍の拡大路線とともに外地へと向けられていきました。